宮城さん、大谷の新たなおもちゃとなる。タゲられてて草。ガッツ激怒。宮城の可愛さが異常や。もう彼女じゃん。羨ましい。付き合ってるやんって繋いでる。これもう結婚式やろ。宮城大好きのダルビッシュでも大谷から守れないんやね。宮城って農民にもやたら可愛がられてたな。そういう属性持ちなんか。宮城可愛いもん。栗山の魂を継承してて草。とんでもねえが大した5歳以上離れた先輩。宮城は愛される人柄なんだろうね。微笑ましいな。中野。どんな男でも大谷の前やとメスになるんやな。大谷と浮気ならこの旦那も許してくれるやろ。宮城とかいういろんな選手の女になるやつ。達也のメンタルがブレイクしちゃう。いつも高身長のやつと一緒にいるよな。すっごい羨ましい。本命はこっちだぞ。二枚目の目がやばい。めっちゃ村上のこと気にかけてくれてるよな。ほんまええやつ。宮城の謎の可愛さはなんなんやろな。ご視聴ありがとうございます。よかったらいいねとチャンネル登録お願いします。